山農会ダムは、岩手県市和郡市和町土間、地崎、一級河川、北上川水系滝名川に建設されたダムである。農林水産省東北農政局が管理する農業用ダムで、当初は1952年にアースダムとして完成したが、1977年より、ダムの規模を大幅に増強し地域の灌漑供給能力を高める。 山農会ダム再開発事業によって大幅な傘上げを実施、包み高61.5メートルのロックフィルダムとなった。停滞に文字が書かれている珍しいダムでもある。ダム湖は平安の湖と呼ばれる。滝名川流域のシワ群は滝名川の流域面積よりも水田面積が広かったために慢性的に水不足に陥りやすく、さらに降雨量も 少ないことから干ばつが起こりやすかった。このため記録されているだけでも36回の水争いがあり、天保年間、慶応年間、明治、大正時代には死傷者が出るほどの激しさであった。この、シワの水減価と呼ばれる水争いを抑えるため、森岡藩や岩手県は対策に苦慮したが、戦後のウ林省により根本的対策として、国営産王会農業推理事業を計画。 その中心として、滝名川に農林水産省直轄ダムを建設することとし、三農会ダムが計画された。三農会ダムは1952年に完成した。ダムの形式はアースダム、高さは37.4メートルで建設当時は東洋一のアースダムと呼ばれ、その後の日本における近代フィルダムの草分けともなった。これにより安定した。 農業用水が供給されることになり、長年の県案であった水争いの集結がなった。ダム本体には上端から順に平安、山農会、1950人の文字が描かれている。ダムに文字が描かれるのは山農会ダムが初期の例であるが、これは当時の岩手県知事が永遠に水争いがなくなり平安を願うという思いを込めて記号。 植樹したものである。ダム湖も平安の湖と名付けられ、水争いによる不幸な歴史に終止符を打ちたい、地元の熱い思いを感じ取ることができる。親子関係であるクズマルダムその後も、国営産大海農業推理事業に基づく、灌漑整備は続けられたが、農業技術の発展に伴い収穫量が増加し、新たなる水源確保の必要性に迫られた。 農林水産省は1977年により産農会ダムを再開発して灌漑用水供給量の増加を図る第2期国営産大会農業水利事業に着手した。まず支流のくず丸川にくず丸ダムを1977年より建設し1991年に完成させた。続いて1990年により産農会ダム再開発事業の本格的な施行が 開始された。この事業は、山農会ダムを24.1メートルの大幅な、かさ上げを行って、貯水容量を増加させ、管外用水の供給を向上させようというものである。かさ上げは、桂沢ダムと新桂沢ダムや、丸山ダムと新丸山ダムと同様に、旧ダムを取り込む形で行われ、ロックフィルダムとして建設された。 ダム湖は灌漑専用ダムとしては、貯水容量が全国一の規模となるが、滝名川だけでは十分に淡水させることができないため、くず丸ダムとの間に導水、取水トンネルを建設して、貯水を融通することで、効率的な水運用を図る。2001年に再開発事業は完成したが、建設当時の思いは、新しい山農会ダムにも引き継がれ、ダム停滞には、平安。 三農会2001という文字が植樹で描かれている。ありがとうございます。